はい、乾杯です。お前ら誰が水飲んでいいって言った。罰として肯定出した。あ、無理っすね。ふざけるな。それって体罰っすよね。あ、法律的に見て罰としてランニングさせるっていうのも体罰に含まれるんですよ。僕走りたくないじゃないですか。隼人教育委員会に訴えておきますね。ああ、走らなくていいよ。屋根行き、お前人参残してるぞ。嫌いなんで食べないっす。聞いたわ、好き嫌い説食べたぞ。あの人間って基本死ぬまでの暇つぶしなんですよね。あ、だから僕が食べたいものだけ食べるんですよ。栄養は足りないだろ。人参ってバカが食うもんですよね。死んだ魚の目をしてデブで性格の悪い聞いたっていうバカな友達がいるんですけど、だってこうなったら伝説の生徒指導を呼ぶしかないな。うそです、今時人参食べられない小学生っているんすね。逆に人参食べるのってバカがやることじゃないですか。いや、客観的に見て人参って甘くて美味しいじゃないですか。ケーキは食べられるのに、一番食べられるのに、10年後。いや、久しぶりだな。